俺ら離乳してんだから離乳食の味ぐらい何かわかるよねー。どうもみなさん、はい、どうぞ。もっちです。僕たちは離乳していますね。はい、はい、この前ね、まあ、もっちが持ってきた離乳食がありまして、はい、意外と離乳食のくせに俺らでも食べないような料理名がね書かれたりすると思うんですけど、はい、分からんくないと思いまして、所詮離乳する前のする期間に食べるもんじゃないですか、はい、その頃の人間のベロなんてもうたかが知れてるんですよ、その機能なんて。確かに、はい、確かに。そんな赤ちゃん用の食事にね、メーカー側がそんなこだわってるとは思えないんですよ。なんで実際に僕らがこう成人した舌で食べてみて味が分かんなかったら、それはもう企業側がサボってるってことで赤ちゃん舐めてるよっていうね。というわけで今回はですね、はい、のせくんに全5問飲食を持ってきてもらいましたので、はい、僕ら3人で料理名を当てていこうと思います。というわけで今回は離乳した人間が離乳食食べてみたらです。やっていきましょう。はい、というわけでね、今回は離乳食ということでこちらのねスプーンたちで食べていきたいと思います。俺普通になんか味の薄くて常温でそドロドロしてるもの食えないんだよね。ダメじゃん。お粥とか吐きそうになっちゃう。ダメじゃん。第1問目こちらですね。あるかな。いや俺タランチュラより嫌だよ。やだよ、俺食いたくないよ。でもうわ考察なし。まあこれ5ヶ月やつなんですけど、何々と何々って感じです。はいはいはい、はい、そう、僕一番自信ないんですけど、リンゴとヨーグルト、リンゴのヨーグルトなんだよね。片方ちょっと分かんないですけど、いちごジャムと食パン。とりあえずいちごジャムは確定で入ってると思ってる。ゼリーと野菜。そんなアバウト幅広。正解は、はい、桃と白ぶどうです。そういうことか。え、もう一回食べてみて。いちごだって。もう一回食べさせて。俺もリンゴな感じがした。いや、いちごジャムだよ。いや、いちごジャムではないけど。いちごジャムではない。マジで。え、下おか、え、おかしい俺。第2問こちらです。見えるかな。2問目も5ヶ月。あはすごい顔してる。やばいやばい。うわ、おー、うわ、これやばく。食べてください、赤ちゃんは。うわー、前回顎隠れてきて。俺がこれも何々と何々。赤ちゃんだからってマジいいもん作ってるよね。考えられなかった、普通に。それな、なんだこれ。負けた人さ、どの中からまだマシなやつ一つ選んでさ、一瓶食べね。一瓶。やばいこと言ってる、ほんとに。決定事項。決定事項です。決定事項です。みかんとりんご。はいはい。青のりと野菜炒め。わかんない、もうなんかとりあえずなんか青のり。メインの名前に青のりみたいの渋すぎて。かぼちゃとほうれん草。ありそう。ありそう。正解は人参とポテトです。ああ、わかんなくもないわ。ポテトにこうかかってんじゃん、たまになんかそのハーブなんかさ、なんかわかるよ。あれの味だったわ。でもこれは俺もう一回食おうとは思えないよね。ポテト俺ら食えなくていいもんだけど、いいのそれは。あ、ポテト。あ、でもクソまずいからセーフ。おい、乾燥マッシュポテト入ってんじゃねえかよ。でも知らないで食うのはセーフ。これでさ、期間伸びたら切れちゃう。切れちゃうよね。これはなしだ。ちょっとこれは罪じゃん。ちょっとのせさ、7月末まで禁止で。芋？はい。まだいいよ、いいよ。まあ、次は、2ヶ月上がって7ヶ月のね。よっしゃー、ちょっと味濃くなったんじゃない。じゃあ7ヶ月安心するわ。第3問目こちらです。え、美味しいんじゃない。おお。いや、何々と何々っていう商品名ではないです。一つの料理。おお、来た。もっちゃんもう毒味特攻隊だから。あげづらい。なんだろうこれ。いや、俺二択だわ。まずい、ね、まずいよ。はるき、野菜のドリア。あー、待ったー、それ言われたらそれだわ。ドリア感あるよね。いいですか、俺言って。オムライス。あー、でもドリアな気がするな。シチュー。シチュー、うん、まあまあまあ、わかる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 。答えは野菜入りチキンライスです。うわー、チキンライスでも来てないこれ。もちくん1点かな。マジかー。はるきは 0.5。 よし、回答は0。第4問目こちらです。やだー。
やな音するな。ねえ、やばいやばい。まあ、量いきましょうかね。おい、やだ。少ないな。おお、じゃあ早くよ。餅、白身魚のムニエル、サバの煮干し。魚なの二人とも。魚じゃなかった。魚感がすごいよ。中華丼です。中華丼か。そう、なくはないのがね、離乳食なんだよ。まあそうか。答えは鮭と野菜の雑炊です。いやー、なんだよー、微妙やな。みんな魚だよ。でも俺ら 0.2 ポイントずつ。いやー、中華丼 0.5。0.5? 俺らよりもらってる。野菜の雑炊で。あー、そうか。野菜と米で。まあ、そっか。待って、今何点みんな。1.2。0.7。0.5。よし。ラストボンダー。ラストボンダー来た。じゃあ、もしぴったり当てれたら俺が、人参とポテト食う。まあ、強っ。ぴったり当てれて何点？ぴったり当てれたら、じゃあ3点にしましょう。おー。マジ？で、その3点の中から、3点をマックスにしたら半分ぐらい当ててたら1点。あー、ね、了解。オッケーオッケー。まあとりあえず俺はハルキに勝ってやいいってことだからな。そうだな。第5問目こちらになります。うわぁ、何ハルキ選手、ハルキ選手、なに大変わかんない。じゃあカイト、うわぁ、早く閉じろ。舐め上げていいよ。なんでこいつだけ下向いてるの。ハルキがガチ泣いてるじゃん。はい、カツオとジャガイモの雑炊。え、あ、雑炊、ちょっと一緒。カイト、牛丼の雑炊。牛丼の雑炊、意味がわかんないです。ハルキ、これでしかないと思いました。五目雑炊。はぁはぁはぁ。五目雑炊ってどういうやつ。炊き込みご飯の匂いがして。ファイナルアンサー。イエス。はい、じゃあ答えを発表します。お願いします。頼む、本当に嫌だ。答えは牛そぼろのすき焼き風雑炊。牛すごくね、それ。牛で、カイトくん。いやでも俺はないな。 1.7 ポイント。 1.7、 これ来たじゃん俺。もちくんはゼロですね。やばい。五目か。五目ねえぞ。でも五目じゃねえぞ。五目ねえ。五目じゃないぞ。五目ねえ。五目ってあれだよね、なんかタレ入ってるよね。それはありか。すき焼きのタレみたいな味はする。おいおい、ちょっと待って。 0.3 ポイント。うわー、俺じゃねえかよ。やったぜー。いやーい。わあ。死んだ。散った。ああ。痛すぎ。アルキくん。はい。番号どうぞ。読んで。わかりました。どうぞ。なんだよこれ。牛そぼろのすき焼き雑炊です。わかりづらいんだよな、このまずさ多分。え、マジでキリなくなっちゃう、それで吐きそうになって。おお、それ言ったらすごい。怖いな。どうしよる。いただきます。はい。後ろで。いけいけいけ、今止めんな止めんな止めんな。一回一回ね。おお、まだまだまだやるかやるか。心臓触ってん？ドキドキドキ。いってるいってる、めっちゃいっとる。すごい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 。おー、いった。おー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 。今なら多分まずくないぞ。おー、これなんだっけ。